毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。頂上行きます。選択チャレンジね。さあ押しましたよ。ザックさん、先生取られた。これブルーマリーかな。シンゴ、うわなんか微妙な選択ばっかですね。あ出た SR モードやな。選択クラシックモード出ましたね。いやこれでもめっちゃ不利やな。正直めっちゃ不利っすね。いいキャラ出てないもんだって。はい終わった。オロチアシロ負けやな。負け確。オロチアシロとハイデルなんでまあ無理っすね。言うたらクラシックモードと一緒なんで、これって一緒じゃないんやけど、そのキャラの構成で言うとだいぶ似てるんでね。だからオロチアシロとかが出てたらもうほぼ負けるっていうモードやな。全滅狙いたいですね。右京さんいるからキング置いとこう。全滅を狙えるなら狙っていく。てか全滅でしかもう勝ち目なさそうなんで、もう素直に全滅を狙っていこう。うん、ラモンをね下げへんと思うよね。お下げる。よしじゃあチャンスは生まれてくるね。このシンゴは怒りダウンしない。ここでオッケーオッケー。女性キャラで怒りダウンしてしまうんでね、ラモンの必殺ですけど、これこのまま行こう。チャンは使えないな。うん、調整していく。ここチャンやられるんですけど、復活はしてるのか。そうか、まあ、このままですね。ユリ使ってもいいな。じゃあ使おう。ユリ使って、調整します。よし、だいぶ調整してる。でもここ最終ハイデルのゲージ溜まってるね。使わない。ハイデルのスキルなんでやねん。もう無理や。もうこれ負けっすね。負け、もうほぼ負けっす。信号、まあ、一応普通に行きますけど、どっち下げようかな。ハイデルンか。やっぱハイデルン下げましょうか。怒り、オロチアシロおるからな。無理っすね。調整してくるか。まだこのまま行って、シンゴスキル出たらいいんですけど。よし出た。シンゴスキル出たら、はい、最終下げれますね。オッケーオッケーオッケー。まあ全滅はしないでしょ。ここでシンゴまあまあ硬いからね。オロチアシロ出してきたね。うん、そういうことね。まあ、全滅はないと思いますが、前でチャン倒せないからね。まずこれだからビッグは使えないね。うん、使わないでしょうね。使うのなんで使うたんやろ。1ミリの相手に使う必要全くないと思ったけどな。まあいいか、ラッキーやな。で、最終が今ゲージ溜まってるから、こうマリー一体出しかな。でひなこちょっと温存しとこうか。こんな感じでいこう。であと一体今おめまいいいっすね。よしよし、ここのめまいはなかなかいい。で最終に使わせて、うん、よしよしよし、今のところいい感じやな。なんとか作戦通りにいけてるから。でもう一回このまま行きつつ、あーシンゴスキルないの。でもまだここで、オロチアシロはゲージたまらない。次で一気に仕掛けよう。よし、オッケーオッケー。めまいもない。オッケーで、ひなこ前にして、そうやな、マチュアが今ヤシロに多分飛ばないから、ここは行きます。シンゴ使ってで、ひなこも使う。オッケーオッケーオッケー。でブルバリ使って、もう倒しに行きます。よし倒した。であと1体オロシェルだけですね。これ次マッチはオロシェルに飛ぶでしょ。ひなこ生きて、ここは生きろ。オッケー、あー生きないの。ちょ待てよ、右京さんとマッチはどっち硬いやろな。右京さんマッチは、まあ右京さんか。
とりあえずシェルミン倒しに行きます。よし、これ最終倒せるかな。最終倒せたら勝てる。行こう。最終倒せたら勝てるがどう。うわー、もうそれはあかんて。最悪や。シンゴスキル出てないし、こんな時にもう最悪マジで。ほら最悪、ほらな、もうこれやな、もうこれやから嫌やねんな。最後に、最後の最後でスキルに嫌われたっすね。シンゴスキル出てたら勝手だわ。いやーマジかよ。頑張ったでしょこれ。でもオロチアシロ相手に頑張ったと思うけどな。最後の最後でなんか裏切られたというか、スキルが出てたらね、シンゴ、シンゴというか別に違うキャラでもいいわ。倒せてたもんな最終を。怒り下げずにそのまま倒せてたから、まあそこで裏切られたっていう感じがしましたね。シミラブラさん、もう一回行こう。ハオマル、ゲニギースどっちやこれ。ゲニギース、ゲニギースはゲニ先生取られてるね。まあ強いキャラ出るでしょうね。ほらエリザベート、無理やな。範囲か、無理、やめます。無理っすね。エリザベートを出される前に倒しに行くっていうのもあったけども、なんかそこまで考えるのも嫌なんで素直にやめとこう。オッサーさんね、先生取られた。これはビッグかな。クラウザ、リョウ、ロバート、ドゥア、ナイトメア。なんか前のモードみたいですねこれは。火炎強本能より、本能クマは無理やったな。今クマ3人いなかった。まあでもナイトメアは、大事を取って後出しかな。ゲニ置いとこうか。ゲニ、ゲニ子や。これでいくか、クラウザーと。ゲニは一応復活のバフのために、あかんな。でもイラン復活されても困るんでね、やめとこうか。ゲニとリョウにしとこう。こうします。うん、これでいこうか。ゲニ子は出さない。本のトラやなこれ。トラ、おお、やられたで。ってこと、あーもうこれはいらんのよ。もうほんまに言った花からほんま、これはいらんのよマジで。もう最悪や。スキル出ないし、ほんでマジっすか。ラッキーとかも一番復活していらんキャラが復活した。あでもここは本能打てないでしょ。うん、チョンフンぐらいやったらいいか。あでもここで打てるんか、トラやから。そうやね、ここで打てる。リョウやられるっすね。あてかリョウ倒しに来たら復活したら全滅狙いんちゃうの。ゲニに来る、なるほど。リョウ、リョウ、お、もういきなり全滅狙いんちゃうのこれ。ゲニコ、ナイトメア、ゲニコ、ちょっと待ってね。ゲニコ、ナイトメアで、ミスタービッグですね。でこういこう。いきなり全滅の可能性あるで。まずゲニコここで、ナイトメアを本能に飛ばすですよね。んでミスタービッグと2代目で、順番大事。こういこう。あかん、ガードしすぎ、ガードしすぎ、マジか。今ガードなかったら全滅やったな。まあでも本能よりは倒した。ガードしすぎやな今のは。ここナイトメアは状態上食らわないから今日が打ってきても倒せないですね。うん、ビリー今日がもしリョウのとこに打ってきてもナイトメアは大丈夫やと思います。打つ、大丈夫やね。よし、オッケーオッケーオッケー、いけるねこれは。よし、これも勝てる。うん、倒せないねナイトメアを。これでも倒れない、強すぎる。さすがにこれはいけました。ゲニコ前にします。でナイトメア当然使うと。うん、まあ、これはナイトメアに助けられたな。全滅を狙いに行って確実に取ったと思ったけど、あの本能陣形の効果やなあれ。なんかメイリーがガードしまくってたんでね、あれにちょっと面食らったんですが、まあ、強引にご利用しでなんとかいけました。ってことで今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。